今回の問題、 L3 イーサーチャンネルは L3 スイッチの何々に設定しポートを束ねることができる。論理ポートを設定するときにはグローバルコンフィギュレーションモードでインターフェース何々でポートチャンネル ID を指定して論理ポートを作成します。その後ルーテッドポートに設定をしますが、ルーテッドポートに設定するコマンドが何なのか考えてください。ルーテッドポートに設定できたら IP アドレスを設定してノーシャットダウンでポートの有効化を行います。これが論理ポートの設定。物理ポートの設定ではインターフェース何々でインターフェースを指定して、その後ルーテッドポートに設定を行います。今回はイーサーチャンネルを使うときにモード、オート、もしくはディザイラブルを使います。この2つのモードを使うプロトコルは何でしょうか。なお、このモードを使ってイーサーチャンネルが形成される組み合わせはディザイアラブルとディザイアラブル、ディザイアラブルとオート、何々の場合はイーサーチャンネルが形成されません。当てはまる言葉を考えてみてください。それでは答えの発表です。 L3 イーサーチャンネルは L3 スイッチのルーテッドポートに設定しポートを束ねることができます。論理ポートの設定をするときにはインターフェースポートチャンネルで ID を指定して論理ポートを作成します。作った論理ポートをルーテッドポートに設定するときには No スイッチポートのコマンドでルーテッドポートにすることができます。ルーテッドポートに設定して IP アドレスを設定してポートの有効化を行いましょう。物理ポートの設定ではインターフェースを指定するときにレンジコマンドを使って一括で設定できるようにしましょう。指定したインターフェースをルーテッドポートにするときにはこちらと同じように No スイッチポートのコマンドでルーテッドポートにすることができます。今回は PAGP を使います。PAGP を使うときにはモードは Auto か Desirable です。 PAGP を使ってイーサーチャンネルを形成するときにイーサーチャンネルが形成される組み合わせは Desirable と Desirable、 Desirable と Auto です。 Auto の場合はイーサーチャンネルが形成されません。お世話になっております、マサルです。今回は L3 イーサーチャンネルを一緒に勉強します。前回スイッチ同士をつなぐ L2 のイーサーチャンネルを設定しました。今回は L3 スイッチのルーテッドポートにイーサーチャンネルの設定を行います。さらに実習ではイーサーチャンネルの紹介試験もやってみたいと思いますので一緒にやってみましょう。それでは始めていきます。まずルーテッドポートってなんだっけという方もいると思うので、簡単にルーテッドポートについて復習しておきましょう。まず L3 スイッチの説明からすると、 L3 スイッチはルーティングの機能を備えたスイッチです。 L3 スイッチの中にはスイッチとルーターの両方があるようなイメージをするといいと思います。設定によって L2 スイッチとして利用したり、ルーターのように利用することもできます。もし L3 スイッチの物理ポートをルーターの物理ポートのように IP アドレスを設定して利用したい場合はルーテッドポートの設定を行います。この設定を行う前は L3 スイッチの物理ポートは L2 スイッチのポートとして扱われるため IP アドレスを設定することができませんが、ルーテッドポートとして設定をするとルーターのポートのように機能することができるので IP アドレスの設定をすることができるようになります。ルーテッドポートにする方法はインターフェースを指定して No スイッチポートと設定をします。ルーテッドポート、なんとなく思い出すことができたでしょうか。今回はこのルーテッドポートを束ねてイーサーチャンネルを作る方法を勉強します。ルーテッドポートは IP アドレスを理解できる L3 に属するので、ルーテッドポートをイーサーチャンネルで束ねると L3 イーサーチャンネルと呼ばれます。それでは L3 イーサーチャンネルの設定方法についてです。設定は大きく2つの工程に分かれます。論理ポートを作成する工程と物理ポートを設定する工程です。この2つの工程はどちらが先でも問題ありません。ご自身の好きな順番で設定をしてください。今回の動画では論理ポートを作成してから物理ポートを設定する流れで行います。それではまずは論理ポートを作成します。論理ポートの作成では、いわゆるポートチャンネルを作成します。ポートチャンネルを先に作って物理ポートを参加させるイメージです。論理ポートを作成するときには、グローバルコンフィギュレーションモードでインターフェース、ポートチャンネルで ID を指定します。このとき指定した ID がポートチャンネルの番号になります。論理ポートができたら、そのポートをルーテッドポートにします。ルーテッドポートにする設定は No スイッチポートです。ルーテッドポートに設定すると IP アドレスを設定できるので IP アドレスを設定します。ここで設定した IP アドレスは後に参加する物理インターフェースの IP アドレスとして機能します。IP アドレスの設定ができたら最後に No シャットダウンでポートを有効化します。これで論理ポートの作成は完了です。次は物理ポートの設定です。物理ポートの設定ではまずはポートチャンネルに参加させるインターフェースを指定します。
インターフェースを指定するときにはレンジコマンドを使いましょう。効率よく設定することができます。次は指定したインターフェースをルーテッドポートに設定します。ルーテッドポートの設定方法は先ほどと同じのスイッチポートです。ここまで設定できたら最後に物理ポートをポートチャンネルに参加させます。前回は LACP を使ったので今回はシスコ独自の PAGP を使ってみます。 PAGP を使う場合はモードはオートかディザイアラブルです。ちなみにディザイアラブルは好ましいや望ましいという意味を持っています。ディザイアラブルを設定すると積極的にポートチャンネルを構成しようとします。 PAGP でイーサーチャンネルが形成される組み合わせはお互いにディザイアラブルの場合、もしくはディザイアラブルとオートの組み合わせです。オートオートの場合はイーサーチャンネルが形成されませんのでしっかり覚えておきましょう。このような組み合わせは試験でもよく見かけるのでしっかり覚えておくと良いと思います。それではここまで学んだ内容をパケットトレーサーを使って実施してみます。パケットトレーサーに移動します。それでは今回は L3 イーサーチャンネルを設定してみたいと思います。まずは左側の L3 スイッチから設定を行っていきます。それでは論理ポートを作成します。インターフェースポートチャンネル1番で今回は作成します。作成した論理ポートをルーテッドポートに設定しましょう。のスイッチポートでルーテッドポートに設定します。設定した論理ポートに IP アドレスの設定をします。今回は 192.168.0.1 を設定してください。 IP アドレス 192.168.0.1255255250 設定できたら最後にポートの有効化です。ノーシャットダウンで有効化しておいてください。では論理ポートができたので次は物理ポートの設定を行います。物理ポートを指定しましょう。レンジコマンドを使って FA0 スラ1と0スラ2を指定します。ポートを指定したらノースイッチポートでルーテッドポートに設定してください。では次にイーサーチャンネルの設定です。今回はシスコ独自のプロトコル PAGP を利用します。左側のスイッチはチャネルグループ1モードディザイアラブルと設定をしてください。左側の L3 スイッチは設定が終わったので最後に小イーサーチャンネルサマリーで設定状況の確認をしておきましょう。小コマンドの出力結果がこちらです。 FA0 スラ1と FA0 スラ2で PAGP を使ってイーサーチャンネルが組まれています。今回は L3 のイーサーチャンネルなのでここが R になってますね。レイヤー3になっています。前回は S レイヤー2になってましたね。そしてまだ片方しか設定ができていないのでダウンを表す D のフラグがここに記載されている状態です。では同じように右側も設定していきましょう。右側のスイッチでも同じように論理ポートの作成から行います。インターフェースポートチャンネル1です。作った論理ポートをルーテッドポートに設定しましょう。のスイッチポート、 IP アドレスを設定します。 IP アドレスは 192.168.0.2 を指定しておいてください。 IP アドレスを指定したら最後はノーシャットダウンです。ここまで設定できたら次は物理ポートの設定です。レンジコマンドを使ってファーストイーサネット0スラ1から2を指定してください。インターフェースを指定したらノースイッチポートでルーテッドポートにしましょう。次にイーサーチャンネルの設定をします。右側のスイッチはチャンネルグループ1モードオートにしてください。左側がモードディザイアラブルで動いているので右側はオートにします。設定ができたら小コマンドで状況を確認してみましょう。小イーサーチャンネルの出力結果を見ると FA0 スラ1と FA0 スラ2でポートチャンネルがプロトコル PAGP を使ってL3 のイーサーチャンネルが組まれていて今は Large U in use である状態が確認できました。ではここまで設定ができたら今回は障害試験を一緒にやってみたいと思います。片方のスイッチでピングを打ちながら利用している経路上で障害が発生した時に切り替えにどれぐらい時間がかかるのか見てみたいと思います。障害試験を行う前に現在の振り分け方式を確認しておきましょう。小イーサーチャンネルロードバランスと入力してください。するとここにソースマックと書かれていることがわかると思います。これは送信元マックアドレスを見て振り分けをしているということを表しています。このロードバランスに関しては次回の動画で詳しく説明するので今は送信元マックアドレスを見て上の経路を使うのか下の経路を使うのかを判断しているというところだけ覚えておいてください。ではこの左側のスイッチから右側のスイッチにピングを打った時にどちらの経路を使っているのか確認してみたいと思います。どちらの経路を使っているのか確認するためにシミュレーションモードを起動してフィルターが ICMP だけになっていることを確認してください。この状態で左側のスイッチから右側のスイッチに向けてピングを行います。ピングの宛先は右側のスイッチが持っている 192.168.0.2 の IP アドレスです。ピングを実行すると ICMP のデータが可視化されているので
こちらのデータをクリックしてみてください。アウトレイヤーズに書いている情報を見ると、ポートの FA0 スラ1を使っていることがわかります。つまり上の経路を使ってピングをしているということですね。上の経路を使って右側のスイッチに ICMP が届きました。では、この右側のスイッチは応答を左側のスイッチに返すわけですが、どちらの経路を使うのか見てみましょう。同じようにデータをクリックして見てみると、FA0 スラ1で受け取って、FA0 スラ2を使って返していることがわかります。つまり応答の通信は下の経路を使って返していることが分かりましたね。左側のスイッチから右側のスイッチへピングを行うときには、上の経路を使って要求を行い、下の経路を使って応答を返している。このような流れが分かったと思います。なので、今回の障害試験では、上の経路で障害が発生しても、下の経路で障害が発生しても、切り替えにどれぐらいの時間がかかるのか分かりそうですね。もし要求も応答も同じ経路を使っている場合に、下の経路で障害が発生したとしても、上の経路を使い続けるので切り替えまでにどれぐらいの時間がかかるのかうまく把握することができません。なので障害試験をやってみるときは今利用している経路がどちらなのかを判断して障害試験を行う必要があります。では前置きが長くなりましたが早速障害試験をやってみたいと思います。シミュレーションモードからリアルタイムに戻しておいてください。今回は左側のスイッチから右側のスイッチに拡張ピングを使ってピングを連続で打ち続け切り替えにどれぐらい時間かかるのか見ていきます。拡張ピングを使うときには、ピングとだけ入力してください。プロトコルはデフォルトの IP のままで OK。ターゲットの IP アドレスに対抗の 192.168.0.2 を指定します。リピートカウントがデフォルトで5になっているので、今回は500にしておきましょう。データグラムのサイズはデフォルトのまま。タイムアウトの時間もそのままで OK です。拡張する設定もないので、そのままエンターを押してください。スイープレンジもそのままデフォルトで OK です。すると、ピングが始まりました。連続でピングが発生しているうちに今回は上の経路を切断してみたいと思います。それでは上の経路を切断するのでこちらの実行結果を見ていてください。では切断します。はい、切断しましたが切断のログが出てきていますがピングの実行結果には影響が出ていないようです。このように瞬時に切り替えることが確認ができました。実行結果は500回実行して500回成功しています。切り替えがあったのにもかかわらず一度も失敗することはありませんでした。この結果からイーサチャンネルを使っていると瞬時に切り替えができていることがわかります。それでは今回は L3 イーサチャンネルを組んでみて障害試験まで一緒にやってみました。実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回のまとめです。 L3 イーサチャンネルは L3 スイッチのルーテッドポートに設定しポートを束ねることができます。論理ポートの設定と物理ポートの設定が必要になり、論理ポートの設定ではインターフェース、ポートチャンネルでポート ID を指定して論理ポートを作成し、ルーテッドポートに設定をします。ルーテッドポートに設定するときには No Switch Port というコマンドです。ルーテッドポートに設定したら IP アドレスを設定してポートを有効化します。物理ポートの設定ではインターフェースを指定するときにレンジコマンドを使いましょう。インターフェースを指定したらルーテッドポートに設定します。No Switch Port です。イーサーチャンネルを設定するときに今回は PAGP を使いました。 PAGP を使う場合はオートとディザイアブルをモードに設定します。 PAGP を使ってイーサーチャンネルを形成できる組み合わせはディザイアラブルとディザイアラブルもしくはディザイアラブルとオートです。オートオートの場合はイーサーチャンネルが形成できませんのでご注意ください。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。